はい、皆さんこんにちは、デフです。今回はツクヨミを取り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、今回のアップデートで大型アップデートが来たんですが、新しい、CMR とかね、MR アバター、花嫁衣装とかはなかったので、今回は再販のね、月読みを見つつ、大型アップデートで変わったところですよね。テキストを、見やすくしてくれたみたいなので、どういう形で変わったのか、果たして見やすくなったのかどうかっていうところですね。今回見ながら、月読みがたまたま再販来ていたので、月読みでね、ちょっと見ていこうかなと思います。ということで、まずはですね、パッシブスキルからというところで、パッシブスキルはね、言うほど変わってないんですよね。数字はもちろん変わるわけはないんですけど、テキスト的にどうなのかっていうところで、ゲーム画面的にもですね、ゲーム画面だったらやや見やすいかなというところですね。で、今回からちょっと画面潰れてしまうんですけど、ちょっとアップバージョンも用意したので、そちらも見つつなんですが、攻撃力プラス 70% とかね、知力値プラスレベルかける360、これがね、今までは横書きだったのが縦書きになったよというぐらいかな。あんまり大きくはこの辺変わってないかなと思います。HP 上限60、プラス 60%、 状態異常耐性無視プラス 100% とかね、こういう書き方に変わったよという部分がまず一つですね。そして、ですね、パッシブスキルのこのテキストにも、僕がその通り書いてあるんですが、神髄共鳴スキルのところですね、筋力比ダメージマイナス知力値 ×2 っていうパッシブ2のところ、パッシブ4の神髄共鳴スキルですね、攻撃力比ダメージマイナス知力値 ×3 という表記に変わっております。これゲーム画面も同じですね。今までは、パッシブ2の方であれば、知力値 ×2 の筋力ダメージ減少っていう書き方になっていたのが、こういう書き方になったよというところです。文字数的には言うほど変わってないんですが、やや短くなった。3文字、4文字、5文字ぐらい短くなったかなっていうぐらいですかね。なので、パッシブスキル的には大きな変化はありません。テキスト的なところで言うと。で、突き読み的なところで見ていくと、会心値と体力値が専属武器についているよという部分ですね。で、体力値がね、ついちゃってるのがちょっと残念ですが、深淵セットまで行けば体力値レベル ×300 まで行くよというところで、深淵セットまで行けば大丈夫かな。誤差なしっていうところになってきます。で、あとは会心値ね、クリティカルが出やすくなるっていうところで、これは専属武器でもいいかなというステータスですね。そしてパッシブ1番目が攻撃力 70% ですね。で、パッシブ2の HP 上限が 60% となっていますので、基本的にはどっちも 65% っていうのがね、バランスよくつけられていることが多いんですけど、この攻撃力の方が高い、または HP 上限の方が高いっていうのは運営さんの意図があるので、月読みに関しては攻撃力が 70% と高いよというところなんで、これはアタッカーっていうところですね。で、運営さんが意図してそうしてるよというところです。で、知力値がレベル ×360、 これはいいですね。帽子なので、知力値が高い方がいいかなというところです。そしてパッシブ2番目は状態異常耐性無視ですね、 100% というところで、月読みデバフ使うんで、これは欲しいところですね。で、パッシブ4番目が砲術防御貫通レベル ×15 と命中値レベル ×400 となってます。防御貫通がないんですが、この砲術防御貫通の方がね、レベル ×15 で高い方でもらえているのは、個人的な好みですけどいいのかなと思います。あとは命中値ですね。命中値があるってところはやっぱボスとか戦場戦役とかで活躍できるようなところになってきますかね。ミスが少なくなるっていうところでは、対人で生きるステータスというよりかは、戦場戦役とかね、対 NPC で生きるようなステータスとなってます。で、神髄共鳴スキルは先ほどご紹介した通りですね。特に数字とかは変わってないので、表記だけですよというところです。ということで、あとはパッシブ3番目ですね、がちょっと長くなってますので、そちらもね、見ていきましょう。まずはこちらですね。これが変わったテキストになります。今までのテキストもご用意したんですが、今まではこういう感じでした。なので、若干短くなってるかな、見やすくなってるかなって感じはしますね。
で、自身が城内にいるとき、味方の攻撃力比ダメージマイナス、自身知力値 ×2 というところ、先ほどの神髄共鳴スキルの書き方と同じになってます。まあ、これもね、知力値 ×2 の攻撃力ダメージ減少となってたところがこういう書き方になってるよと。まあ、それがこういう感じですね。一番上が知力値 ×2 の攻撃力ダメージ減少ですね。まあ、こういう書き方されていたのがですね、こうなってるよというところです。そして戦闘終了まで、自身に神技状態を付与ということですね。まあ、本来こうやって神技状態の後ろに効果が書かれるんですが、まあ、今回から効果は書かれなくなりましたですね。まあ、その代わりなんですが、まあ、今までもあったんですけど、ゲーム内でですね、まあ、そのバフの名前のところが色付けされているので、まあ、押したらですね、その効果が見れるよという部分になってます。で、今回ちょっと文字がね、拡大してるんで化けてて見にくいかもしれないですが、まあここね、神技状態押すと下に攻撃力プラス50とか出てくるんですけど、ちょっと上に上げましょうか。こういう感じですね。攻撃力プラス50、被ダメージマイナス 65%、 状態性プラス 50% と、こういう書き方をしてくれるようになりました。なので、まあ、いちいちテキストで効果は説明されなくなりましたね。まあ、その分スッキリしたかなというところです。そして、ですね、まあ、その後神技の下が出陣時、自身に影光生後状態4ターンを付与というところですね。まあ、ただこっちがね、文字化けしているので、文字化けではないか、ちょっと文字が拡大でぼやけているので、まあ、ちょっとこっちで、まあ、見やすいかなというところでこっち見ていきましょう。出陣時で自身に影光生後の状態を4ターン付与ですね。影光生後も効果がね、非常に長いので、まあ、こうやってテキストをね、隠すことによって、まあ、スッキリしたよという部分ですね。で、影光はね、やっぱりキャラクターによって効果が変わってくるので、まあ、バリアの量とかね、MP どれだけ、使ってバリア張れるのかとかいろいろあるので、まあ、こういうところはこうやってゲーム画面で見ていけたらいいかなっていう、今後のこういうやり方していこうかなと思います。浮遊者の残り MP×40 のダメージを吸収というところですね。まあ、この子は MP×40 ですよと。で、被ダメージがマイナス 30% から 60% マイナスされますということですね。で、残り HP パーセンテージが低いほど効果は高いよという書き方になってます。そしてですね、出陣時は終わったので、自身の冷血と蓄力状態が解除不可ということで、解除不可持ってます、この子ね。で、蓄力も守れるよというところは大きいかなと。で、あとは冷血も守れるよということになってます。で、まあ、冷血なんですが、冷血に関しては、まだ効果が出てきてないので、ここでは読めないというところで、毎ターン行動前の、今度は集中ですね、集中のとこまで行きましょう。毎ターン行動前、自身と帽子味方3名の HP を自身 HP 上限の 10% 分回復というところで、回復がありますよという部分ですね。で、味方3名の HP を回復できるよというところも、まあ、一つ、つくよみ大きいところですね。まあ、帽子同士でアドバンテージを得ることができます。そして毎回回復前、味方に集中生後状態を一旦付与ということで、集中生後ですね、に入ることができますよと。で、回復の前なので、自身と帽子味方3名に集中をつけることができるよというところで、ゲーム画面で、集中、ちょっと見ていきましょう。砲術会心ダメージプラス 100% ということで、まあ、クリティカル出した時にかなり火力が伸びますよという部分になってます。まあ、これやっぱ帽子につくと大きいかなと。まあ、クリティカル出やすいね、帽子も最近増えてきているので、まあ、100% つくだけでもだいぶ変わってくるかなと思います、火力面ね。で、最後自身が被ダメージ、非撃恥ですね。自身が非撃恥ってことなので、自分が撃破された時、まあ、ちょっと分かりづらいですけどね、文言がね、最大4回の復活可能ということですね。で、復活後 HP を 80% 回復し、蓄力生後と影光生後状態4ターンに入るよということになってます。で、これもゲーム画面見ていくと、蓄力に入れて攻撃力が 80% ですね。もうちょっと上に行こうかな。攻撃力が80% と、状態異常耐性が 80%、 ダメージ反射耐性が 80% となっています。
そして影光ですね、影光聖護がこちらも MP かける40のダメージを吸収、ヒダメージマイナス 30% から 60%、 まあ同じですね、で残り HP パーセンテージが低いほど効果が高いよというところになっていますっていう形で、まあちょっとテキストを見やすくなったのかなと、まあ文章量が減った分だけね見やすいかなっていう感じはします。ただやっぱ書き方がねすごい、ギュッとした分読み解く力もちょっと必要になってくるかなっていうのも なんとなく感じていますね。まあこれこの後ですねスキル1とか見ていったらより分かりやすいかなと思うんですが、スキル2かな、スキル2の自身 の真ん中のあたりですね、自身の残り HP パーセンテージで記号があって敵の場合っていうところですね、ちょっとここねこのあたり読み解く力が必要になってくるかなと思います。まあこれも後で見比べてみましょう、どういう前回とね今回でどういうテキストの変わり方があったのかというところですけど、まずねスキル1からいきましょうか。スキル1に関してはですねこちらになります。まず自身と知力値最高のっていう最高に変わりましたね書き方がね、知力値最高の防止味方に、冷血整合状態4ターンを付与ということですね。まあこれゲーム画面の文章そのままなのでゲーム画面もこうやって書いてるんですけど、知力値最高の防止味方にっていうところで日本語としては若干なんか変な感じがしますよね。で冷血整合状態4ターン付与ということで冷血になってます。でゲーム画面で、見ていくと冷血聖護があるんですが、この上の方かな、冷血聖護がこちら会心値プラス 15% ということで、まあビビたるもんにはなりますが会心値 15% 上がります。で敵の挑発長老皮肉状態は無視できますよという部分がありますというところですね。まあやっぱり攻撃を引きつけられなくなるっていうのが大きいかなと思います。でおまけで会心率もちょっと上がるよという感じですね。で敵4名に 800% の砲術ダメージを与えですね、自身知力値 ×16 度プラス最大攻撃力 100% のダメージが加算で、知力値最低の敵を7回追加攻撃っていうところですね。まあこの最高とかね最低とか今までなかった文言ですけど、まあこの辺はね日本語としても分かりやすいところなので、まあちょっと聞き慣れない感じはしますけどね放置少女では。でまあ範囲攻撃からの7回追加攻撃がありますよと、で防御無視もしっかり両方ついてますよというところです。で毎回攻撃前自身の知力値がこれは敵より大きい場合ってことですねは敵の有益状態か生後状態を1個解除で括弧 100% 確率っていうところになります。まあ、確率もこういうね括弧書き、まあ、あとはターン数も括弧書きに実はなってるんですよね。バフの2ターンとか4ターンかかるよっていうバフも実は括弧書きにはなってるんですが、まあ、そこは括弧ない方が見やすいかなって個人的に思うので、まあ、こうやってテキスト化した時には括弧を抜いてます。ただこの 100% の確率のところだけは日本語がおかしくなっちゃうんでね、これ括弧取っちゃうと生後状態を1個解除 100% 確率しとかになってくるんでちょっとおかしいなってところでここは括弧採用してます。で自身に付与ということですね、解除した上で自身に付与できる、まあ、強奪効果があるよというところです。で自身未所持の状態を優先しますということですね。なので、まあ、こういう条件の書き方ね、まあ、ちょっとなかなか読み解くの大変ですけど、まあ、慣れてくればって感じはしますかね。で全ての攻撃後味方6名に霊王聖護状態4ターンを付与、自身の HP を総ダメージ 30% 分回復ということですね。で霊王聖護がありますので霊王聖護見ておきましょう。霊王聖護は筋力比ダメージマイナス自身知力値 ×2.5 となってます。ということで、まあ、こういうスキル1になってますね。で今度スキル2ですね。こちら自身に知力値聖護状態3ターンを付与ということで、まず蓄力聖護状態に3ターン入りますよということです。でね、まあこの蓄力ね、なかなか強いんですが、まあただスキル2っていうところはね、若干残念な部分でもあるんですけど、このね、蓄力、攻撃力プラス 80%、かなり大きいですね。上がりますね。神器もあるので、さらに上がります。で、状態異常耐性がプラス 80% します。ダメージ反射耐性もありますよってところで、反射にも強くなりますよっていう部分がありますよと、ああいう感じですね。
で、そして有益プラス生後状態数最小の敵を9回攻撃しっていうところで、これも書き方がね、まあ、ちょっと変わってて、有益プラス生後状態数最小の敵を狙って9回攻撃で、毎回 800% の砲術ダメージを与え、自身攻撃力 60% のダメージが加算と。これは攻撃力防御虫だけですね。ただ蓄力で上がってるし、神器でも上がっているので、まあ、この攻撃力防御虫ちょっとバカにはできないかなというところです。パーセンテージ低いですけどね。で、毎回攻撃前、自身の異常状態を1個解除し、敵に付与 100% の確率です。で、敵未所持の状態を優先しますよということです。なので、まあ、自身の異常状態を敵に、なすりつけるって感じですね。しかも解除して、なので強奪の逆ですね。そして、これですね、この文言、自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合ですね、必ず会心攻撃で、自身の残り HP が敵より低い場合、ダメージかける2っていうところです。で、これがね、まあ、本当にその読み方で合ってるのかっていうところですが、ちょっと大きさ変わりますけど、こちらですね、この真ん中よりちょい下ぐらいかな、自身の残り HP パーセンテージが敵より高い場合必ず会心攻撃が発生、自身の残り HP パーセンテージが敵より低い場合ダメージが倍になるっていう、これも条件は変わってないので、まあ、これが記号化されるとこうなるよっていうことですね。うん、なので、まあ、ちょっと読み解くのがね、今だ慣れないので大変ですが、まあ、慣れていけば、まあ、スラスラ見ていけるようになれるかなとは思います。で、全ての攻撃後、味方6名に知恵生後4ターンと影光生後状態を2ターン付与ということですね。まあ、知恵生後と影光に入ってきています。で、知恵生後が知力非ダメージマイナス自身知力値 ×2.5 ですね。で、まあ、影光はこれに関しては、付与者のこれ MP×12 ですね。ダメージを吸収して、非ダメージ、マイナス 30% から 60% 減少しますよというところです。で、これ、味方6名に影光を配れるっていうところなので、味方を守れますよという影光になってるんで、MP×12 になってます。まあ、バリアの厚さ的には薄いですね。まあ、これは仕方ないところかなと思います。まあ、自分だけだったらね、分厚いんですが、これは味方に配るんでね、味方というか、まあ、全体に配るんで、まあ、薄いバリアっていう形ですね。はい、ということで、まあ、テキスト的には、まあ、だいぶ見やすくはなったんですけど、まあ、このね、まあ、くの字とか、くの逆みたいなね、記号があるので、まあ、大なり小なりがあるので、まあ、そこの、まあ、読み方っていうのがね、まあ、パッと見た感じちょっと分かりづらいなというところはあるのかなと思います。まあ、慣れてくればっていうところですけどね、まあ、今はまだ慣れないので、パッと見て効果というか条件をパッと見て分かりづらいっていうところはあるのかもしれないですね。まあ、これもずっとやっていけばそのうち慣れてくるかなとは思います。はい、ということで、まあ、こんな感じにテキストが変わっておりましてですね、こちら早見表を見ながら、まあ、今月読みどの辺にいるのかなというところですけど、まあ、月読み先月先々月ぐらいまではしっかりね、対人のところにいたんですけど、殿堂入りね、殿堂入りのところにいたんですけど、いなくなりまして、ですね、今月読み S 評価の2番目ぐらいになっています。まあでもね、もこうやって防止デッキってなると月読みは強くなっていくんですけど、月読みだけってなるとね、まあ、若干微妙なところもあるので、まあ、それでも強い方には全然入ってくるんですけどね。まあ、最近のね、まあ、こういう運営さんの流れですよね。まあ、帽子だけで固めた時強くなる副将とか、まあ、最近で言うと弓がちょっと今最近来てるので、まあ、弓で固めた時に強くなる副将とかね、とかがまあ最近多いので、帽子はね、まあ、ポセイドンとかがいますけど、まあ、そういう、職種に合わせたデッキ構成っていうのをね、まあ、運営さんは今目指しているのかなっていうところで、まあ、そういう副将がね、今徐々に増えてきてるのかなと。で、月読みに関しては帽子パーティーの、まあ、メインというか、底上げしてくれる形になるので、まあ、帽子デッキ使ってる人はね、まあ、マーリンとか主力でっていうところの人はやっぱり月読みとかねいてくれると非常に助かるんではないかなとは思いますね。ただ月読み単品で見るともう殿堂入りは落ちてしまったよっていう感じ、まあ、まだ全然 S 評価にいるんで強い部類には入るんですけどね、今この辺だよという形ですね。ただもう本当に再販でじゃあ取ろうかってなると、もう再販来た段階でこの殿堂入りの強さのところにいてくれないとちょっと再販手出しづらいかなって感じはします。まあ、正直
ね、まあ今回5月なので、もうすぐ5月月末の CMR が来ると思うんですけど、まあそういう子たちって基本的には殿堂入りに入っていくことが多いので、やっぱこの辺に顔を出すわけですよね。スサノオとかフレイヤとかアポロの、まあ、前とか周りの、もしかしたらぶっ壊れが来ると来るこの周りの前とかね、竹見和寿の前に来るわけなので、そうなるとまあフレイヤとかスサノオから どんどん落ちていくって感じになっていきます。そうなると月読みとかもどんどん落ちていくので、って考えると再版で月読みなかなか手出しづらいなって感じはしますね。やっぱり初版で強いのが来た時に一発で取るか、まあ月読みもそうですよね。初版時に取っておけばまあここまで落ちてても、まあ、問題はあんまりないんですけど、今再販で取るぞってなると、月読みを超える、ね、帽子パーティーにぴったりな子がもしかしたら来るかもしれないしっていうね、不安と戦わなければいけないのでって考えると、まあ、ちょっと月読み手出しづらいなって感じはしますね、この再販ではね。はい、ということで、まあ、今回、月読みが来ましたが、まあ、個人的には5月月末のね、CMR も見れる、性能が見れた上で月読み取るかどうか決められるので、まあ、そこまではとりあえず待機でいいんではないかなと思います。月読みもね、まあ、ちょっと僕の言い方だとなんか弱く聞こえたかもしれないですけど、まあ、全然弱くはないですし、普通に強い部類、ベスト10ぐらいには入ってますよね。うん、殿堂入りが7人なので、まあ、普通にベスト10入りには入っているので、まあ、十分強い部類ですね。500以上いる副将の中でベスト10ですからね、まあ、普通に強い部類になってくるかなとは思いますが、まあ、これから出てくる副将もいますのでね。でしかも、まあ、この後ですね、まあ、大型アップデートが、まあ、本日来たので、こっから孫将校の MR アバターとかもね、来てくるだろうしっていうところを考えると、まあ、ちょっと今再販とかに手出すのは待っておいた方がいいかなと、新しい副賞を手出すのが今の段階ではいいのかなと思います。はい、ということで、チャンネルの登録、 X のフォローなどぜひよろしくお願いします。ここまでお送りしたのはデフでした。おつでーす。